で今これは赤星ですよ。今日もブルペンで一番コントロール良かったです。あ、そうですか。もう両サイドまっすぐのコントロールもピカイチですよね。僕今日見た中で一番ナンバーワンです。制球ですよ。でも村瀬さんもそんなピッチャーいっぱい受けてきましたよね、はい、それこそ桑田さんだ、そうですね、上原。ちょっと僕のイメージパッと先ほども話したんですけども、はい、ちょっと昔のミサ、今コーチしてるミサー君のような、あ、コントロール良かったですね、はい、もうまっすぐに関してはそんな感じです。もうビシビシです両サイド。変化球のコントロールがちょっと多分ブレますけども、はい、はい、あ、三沢浩一投手。でも三沢だ、僕そんなイメージなんですけども、あのスカウトの人の話聞いたらまっすぐがもうちょっと速いって言うんで。ああ、そうなんです。もっとこれから出てくる。だそういうと楽しみですよね。これでもこのタイミングで一軍に呼ぶってことは絶対明後日投げますよね、はい、小学生。あ、そうでしょうね。これは楽しみ。先発ですかね。はい、いやそれはだってあの全員2イニングずつぐらいですから、どこどこって、まあまあ、とはいえやっぱり先発ってなるとちょっとそうかそうか、僕ら現場の人たちは関係ないです、関係ない、はい、もう単なる順番で、その あんまり関係ないと思います。あ、そうなんですね、はい、あ、そうですか。ただ1イニングの練習が当然5回以降は来ますけども、はいはい、9回しない、9回しするんですよ。だいたい7回ぐらいですよね最初。そうです、はい、でもどうですかね、1試合しかないですからね、はい、だからもう先発で長い。でもこの時期なんでまだ中盤行ってませんからね。変なうち2221そんな感じじゃないですか。2211なるほど、イニング111か、7イニング、日大出身で、まあ、日大鶴ヶ丘高校出身じゃないですか。で、あ、そう、高校出身。あ、そうそうなんですよ、はい、で実はあんまりその日大鶴ヶ丘出身のプロ野球選手っていないんですか。はい、で調べて高校在学中に高橋ユニオンズの入団テストを受けて合格された、今泉幸男さんというキャッチャーの方がいらっしゃって、あの日大出身 の宮田幸之さんの8時半の男の、ああ、はいはい、宮田さんとその後高校に行きながらプロ野球選手になって、でそこでまあプロ野球選手を終えたんですけど、日大に入って宮田さんとなんかプロ経験してるんで、なんか大学の試合には出られなかったそうなんですけど、そういう経歴の方はいたんですけど、あんまり今の1学年下に DeNA に勝俣敦っていう選手がいて、はい、その選手は日大鶴ヶ丘高校出身なんですけど、だから日大鶴ヶ丘高校としてもかなり期待をされてるんじゃないでしょうかね。この赤星投手、日鶴って言われてるんですよね。あ、そうですか。日鶴って、初めて聞きました。日鶴って言われてるんです。日大三高と決勝でやったりして、はい、あ、そうなんですか。最後ダメで、日大三高は超有名ですけどね、はい、いや、そうですか。いいところまで彼も甲子園はいけなかったと思うんですけどね。桑田さんが声をかけている。で1年生とは思えんぐらいコントリーですよね、ブルペンの成績は、はい、そうですか、はい、まあでもそこそ三沢さんにと似ている部分があるということですと、それこそ本当実戦でどうかっていうことですよね。バッターがどれだけそのおそらくそのビュンビュン投げて何か空振りを取るというよりも、その打たせて取るような感じになるんですか。そんな感じで、三振バッタバッタ取るようなピッチャーではないですよね、打たせて取るというピッチャーですよね、多少やっぱりこう1年生なんかこう荒れるじゃないですか、はい、もう1年生って雰囲気じゃないですよ、なんかね、ちょっと経験あるようなぐらい、もう社会人も落ち着いてますし、非常にみんなが見てる中で、はい、もうストレート系に関してはもう本当に同じところミットが動かないみたいなね、ピッチャーですよね。本当にこう表情見てもひょうひょうと投げていて、スッとこう独特のフォームですよね。もう再現性の高いピッチャーですね、もうね、はい、日大鶴ヶ丘高校から日本大学、うん、聞いたことなくてですね、僕はプロ野球の世界ですね、はい、東京でも強豪の一つですけども。あ、そうですか、はい、バレーボールではミュンヘンオリンピック金メダルの大子誠司さん、あ、よく見全日本の監督、はいはい、あ、そうですか、はい、バレーボールちょっと好きなんですけど、三鶴ですよ。あ、そうですか、日大鶴ヶ丘です。体が大きいと思いますね。だから本当にね、三振なんかはそうないと思うんです、僕も。あーはー、打たせて取るというピッチャーで、もうゴロの山を築いていくっていう感じのピッチャーであると思うんですよね。
まあ、ちょっと今それで思いましたけど、横浜でも活躍した久保ピッチャーいましたよね、牽制の速い。あ、はいはいはい、はいはい、もう打たせて取りますね、はい、あの久保もちょっとこう右肩が早く開くような感じで、はいはい、でもなんか打たせて取る、そういう、そんな感じですか。はい、あ、そうですか、はい、そうです、久保投手いました。でもチェンジアップなのかフォークなのか分かりませんけど、はい、結構抜ける球何球、2、3球あったんですけども、あれもし真ん中低めに確率で落とせるならば多少三振も取れる可能性もありますよね。なるほど、はい、最初には打たせて取るのが一番いいんですよ。そうなんですか、はい、それは球数も減らせるそうですね、ということです。キャッチャーとしてもやっぱりちょっとそういうところが、はいはいはい、31番ですから水野さんもつけてたと思います、うん、ね、状況によって後半とかランナーいて追い込んでならばここは三振欲しいというケースありますけど、はいはい、でも僕も本当に僕はもうあんまりキャッチャーって三振が意識しないと思うんですよ、はい、これただ村さん、その本当に開幕ローテの6本目に入ってきたら開幕第3戦とか、ね、可能性は十分、はい、本当にここからこの1ヶ月半勝負ですよね。1ヶ月半、はい、はい、これは楽しみですね。で今岸田が本当に低めのところでしたけど本当に低めばっかりらしいですね、はい、もう見てたらね思わず笑っちゃうぐらいいいです本当に。好きな感じですね、もう高めにはいかないほぼ、いや たまにそれ来ますよね。ああコースは間違わないって感じ、ね、コースは間違いない、はい、いわゆる逆球がないってことですね、はい、僕見たけど真っ直ぐの逆球は全くなかったです。全くない、全くない。あで、まあ、もしその先発ローテ、まあ、あの新しい外国人ピッチャーもいますので厳しいということになっても、はい、例えばその中継ぎからスタートして、はいはい、あのゲームを作り直してという役割もらって、はい、そこからっていうのも十分、十分それでも置いておく価値がありそうなピッチャーだと。そうなってもらえてる願望もありますけど、はい、ピッチャーがいればいいんですよ。それはそうでしょうね。143勝1年間本当元気いるってなかなか難しいです、はい、わもう本当もうミットが動かないって感じですもんね、はい、もう受けてて楽だなっていうキャッチャー。そうですよね。だ僕があの若い時ですよ、まず何にびっくりしたのかって1軍のピッチャー陣のコントロールですよ。2軍のピッチャー多少暴れるんですよね、はい、で僕はあの西本さんの西本さんですか、あまりなコントロールじゃない100球ぐらい受けて全然疲れへんなと思いましたね。もうあのシュートすごかったですか。両サイドまっすぐ、カーブは多少抜けたりするんですよ、キャンプですから、僕もイメージが外のまっすぐシュートにかけて西本さんっていうのがパンパンちょっと1球暴れてごめん、これでごめんなのって思って、え何かごめんね、どのぐらいパンパンパッていく、あごめんボール1個ですか、はい、本当に、まあ、1個1個半です。もうこの辺ばっかり、真ん中で最後でよくカウントっていうのが昔の選手した、僕もよくピッチャーに行ったんですけど、はい、もし肩ができたならば、はい、やっぱりバッターを想定しながらカウントでピッチングやろうよ、それって意図が出てくるわけじゃないですか。カウントをつけて、はい、初球甘め、はい、ワンスライドボール気味、はい、平行カウントで一つこう左で通るぞ、でワンボールツーじゃ絶対ここで打ち取る勝負だなみたいな、はいはい、四隅に投げ切るぞとかね、そういう意図が出てくるからこれカウントせよって言ったら島津さんがカウントした時に良かったですもん。そうですか。ちょっとお話よろしいですか。はい、この第3クールから一軍合流という形で練習スタートしましたけれどもいかがでしょうか。いや本当に一軍を目指してやってきたので、まあ、まずは上がれて嬉しいのと、やっぱり定着しないと意味ないので、まあ、今日からまた気持ち入れてやっていきたいなと思います。今日もブルペンも熱こもった投球でしたけれども今日は球数でいうと何球ぐらい投げられた。84球です。その中でも変化球も交えということですか、はい、どんなテーマで今日はブルペンに入られたんですか。投げている中で変化球の後のまっすぐっていうのとまっすぐの後の変化球っていうのを意識したのと、あとフォームではまあ外側のボールが若干体が開いている感じがあったのでそこを意識して投げました。その中でいうと桑田コーチもそうですし阿部コーチからもそのままでっていうふうに何か
お言葉があったと思いますけれども、はい、どんなアドバイスがあったんですか。コントロールっていうのをやっぱり武器としているので、まあ、それをさらに磨いていけば打者は簡単に打ち取れるっていうふうに言われたので、そこを磨いていきたいなと思います。いよいよ紅白戦を含め実戦が、なってきますけれども、今のお気持ちはいかがですか。まずは紅白戦に向けて、まあ、今日明日しっかり準備して、まあ、最高の結果が出るように頑張りたいなと思います。その紅白戦というのはどういったところを自分の中でもテーマを置いて投げていくって感じですか。まあ、やっぱりコントロールっていうので、まあ、低めの制球力っていうのを意識してやりたいなと思います。わかりました。応援します。頑張ってください。ありがとうございます。